動画を見ていただいてありがとうございます。カビツリキの梨葉推しです。この動画が面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、今回からまた新しい旅が始まります。僕はこのチャンネルで掲げている47都道府県制覇の旅第19番目の目的地、これは岐阜県です。そして岐阜県にはもう一つの初めてがあります。それは連泊です。これまでの旅行はどちらかというと1泊2日が主体だったんですが、まあいろいろなラッキーが重なりまして、今回は2泊3日の岐阜旅行を企画することができました。で、この2泊3日岐阜旅行第1話では、まずまた僕のよく頻繁に利用するバス比較ナビという格安バスが本当にお得に利用できるという比較サイトを使いまして、保険込みで3300円で岐阜県を経由して名古屋まで行ってバスチケットゲットできました。その様子をお見せできたらなと思っています。ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。乗車することができました。高速道路を通ってまいります。高速道路上、横風などにより車体を大きく揺れることもございます。網棚に乗せましたお荷物、走行上してきませんよう、落下防止ゴムバンドなど今一度ご確認いただきますようご協力をお願いいたします。
双葉サービスエリア到着しました。次バスの出発時刻8時半だそうです。あと8分しかないので、この辺りで切り上げたいと思います。次はどこに泊まるのかは僕も分かりません。このルート自体が初めてなので。
駒ヶ岳サービスエリアまで来ました。この先岐阜県に入ります。おそらく僕の今回の行程ではバスを利用して立ち寄るサービスエリアとしては最後のサービスエリアになると思われます。今日サービスエリア到着しました。すいません、先ほど駒ヶ岳サービスエリアでこのバス旅行の中での最後のサービスエリアですって言ってしまったんですが、こっちが最後でした。本当すいませんでした。でも結構サービスエリア充実してますよ。ここにスターバックスありますからね。ちゃんと喫煙所も用意されてます。テイクアウトも充実してるようですね。エナキョーサービスエリア11時10分出発ということで、あと残り10分です。
く、まもなく当時に到着です。降りの際、お忘れ物、落とし物がございませんようご注意ください。本日は京王の高速バスご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。また落ちる際の乗車券に対して携帯乗車券の画面をご注意し、お手洗いをお願いいたします。バスが停車し、扉が開くまでもう少しお待ちください。岐阜県多治見市到着しました。わずかではあるんですが、当初の予定より8分ほど早く到着することができました。これからですね、多治見駅に移動しまして、ちょっと路線名忘れてしまったんですが、そちらで箕面大田まで向かいまして、そこから高山本線に乗り換えます。今回の動画いかがだったでしょうか。もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。岐阜旅行編第2話に続きます。